一時はどうなるかと思ったな、6連敗とか。やってくれたな、店長や。毎日リゼロセカンドシーズン、10人の救出。やっほー。よーい、ドン。攻撃開始、突撃せよ。ここから始めましょう。また後でね。スバル君、おはよう。あのさ、ちょっとみんなに内緒にしていたことがあるんだけど、俺結構スマホを片手に叫んでるじゃん。で、周りから見たら変な人だと思われてるらしいんだよ。みんなにはこれ内緒にしていたけど、最近はそう思われてるらしい。俺結構変な人だと思われてるらしい。うん、俺は自分のことそんなことは思ったこともないんだけどな。まあね、まあスマホを片手に喋っていると、みんなスマホを見てくれ。スマホってさ、上の方になんかスピーカーみたいなのあるじゃん、耳に当てるところ。俺あそこに向かってさ、めちゃくちゃ喋ってんだけど、その自分のなんかいろんなものが飛び出してですね、もうめちゃくちゃ汚れてるんです。なんかスピーカーの部分がなんか汚れてるんですけども、僕をホールで見つけたら、あ、この人のスピーカーの部分汚れてるんだなって思って、スルッシュやってくれ、頼むぞお前ら。優しくしてくれ、優しくしてくれよ。撃破率アップチャレンジ。レノのお手伝いします。君を丸ごと信じていますから。まあこの台は250の後の250するで、ユリク感がセットをしている。で、まあその後のモード B ってことなんで、まあ2か4の可能性はまあ高いのは高いから何とも言えないんだけども、まあいけるだろう。言ってもらわないと困るんだけどな。でもまあいけるでしょ。ここもしダメだったとしたらカード見てちょっと考えるわ。まあ、モード B ループするからな、設定4の場合。設定4の場合は、モード B 選ばれる確率が 46% ぐらいある。この画像を見てください、みんな。いくぞ。みんな見たか、この画像。この画像を見る限り、やっぱり設定4のモード B 選択率がはるかに高いのがわかるよね。だからその設定4でも引き戻しを選ぶ確率、そしてモード A を選ぶ確率がまあ約1/4、まあそれがどっちに触れるかが重要なんだなと思う。モード B にいる時点で期待値はマイナスなんじゃないかなって俺は勝手に思ってるけど、まあ薄いとこ引けば勝てるから、レム頼むぞ、行くぞ。穴は好き？いや、気持ちいい。モード B のな、鼻好きほど気持ちいいものはねえよ、マジで。お前共演 T 出てこい、もうお前共演 T 出てこい。気持ちいい。ありがとう、夢に近づいたよ一歩。夢？俺を笑っていたのか。痛い、もう手でお前
剣を挟むんじゃないよお前。痛い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 。お前優しいな、剣で刺さずにな。本当にお前優しすぎんだろお前。俺はお前を愛している。共栄 T でお願いします。あとはパネル次第か。いやパネル解放しっかりしろよお前。71ゲームで終わるなよ。しっかりパネル解放しろよ、頼むぞ。やったわね、レムは嬉しいです。ゼロクラッシュ、ジャージレムよ、ジャージレム。これ多分解放するから、解放したらスペシャルエピソードがおねやた。ジャージレム、いやこれはもらえる、これは取るぞ。こっち見るの禁止だぞ。いいね、チャンス、行くわよ。チャンス、行くわよ。鬼やつ、行くわよ。よかった、鬼やってたからな、もう安心だわ。安心と安心の安心でございます。大勝利。ここでキーンってカットイン来るかな、キーンってカットイン来るかな。いくぞ、来ないんかい。まあとりあえず50ゲームの上乗せで、ここでおそらくチャンス目を引いたら10以上乗る。強チャーマンの性格はもちろんなんだけど、チャンス目引いたら上乗せ確定だと思うから、まあ小役バンバン引いて乗せていこう。頼むよ、チャンス目は250分の1。引けるよな、引けるよな。でもこれがスバルの言ってたデイトってことなのよね。目をつむっては音って意味なら、ドーサプライズのためには致し方ないことと思ってくれ。お疲れ様でした。ゼロクラッいや、やっぱモード A 踏んだか。まあ B の後のモード A だから、まあおそらく2なんだろうな。まあここさっきの奇跡みたいに怒ってくんねえかな。あのアイコン1個だからさ、もうモード A 絶望絶望すぎませんか。まあここ負けてもさっき突破してるんで、まあそこまでダメージはない。だけどここ負けたら負けだよね。でちょっと気になってるのが、最初朝一カード見た台があって、そのカード見た台がそのベル2連してたじゃん。まあカードは良くなかったけど、
ベル2連の台があるから、それをちょっと打ちたいなっていうのもあるから、これもし負けたら様子見てそっちの台に移動しようかなと思う。でもこれ突破したらちょっと様子見よう。ああ頼むぞビルジー、喉チンコがないビルジーよ、戦え。いや、あそういうこと、お前自分の剣で喉チンコ切り落とした感じ。まあ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 強く生きろよ。でもお手伝いします。59%なんでしょうね。あ、スバル君を丸ごと信じていますから。まあ勝てるときは勝ける、負けるときは負ける、勝てるときは勝てる、いける。なんてでかさだ、なんてでかさだ、なんてでかさだ。負けんなよマジで、マジで怖いですか。いやこれはやばい、モード A だぞ、おい600ゲームだぞ、モード A だぞお前、1000負けでマジでやめろよ。おい1時間返せよマジで、1時間だぞ1時間、これのために1時間、これのために1時間だぞ、返せや。もうダメだ、あーもうダメだ、少なくてもレムな、レム、こんなことある？あっけなさすぎだろ。おいちょっとなんか申し訳ねえ気持ちとかないのこれ。お疲れ様でした。また遊んでくださいね。ここから始めましょう。スバル君、ゆっくり休んでください。この台打つか、あの台じゃなくてもこの台打とう、この台打ちます。まあ 20% をポンポン引いてるってわけっすね。この台朝一250で負けた後ゆりくん継続して250いってるんで、それでまあ負けどっちも負けてるんですけども、まあ 25% を引いたって感じになるんかな。まあ4回中 25% を、朝一の250でしょ、モード B でしょ、でさっきのモード A でしょ、でもう1回引き戻し、まあ4回中まあ 25% を2回引いたと。まあ引き強って考えたら引き強だよね。でもこれね、低設定でそんな引き強でもここ勝てないんだよね本当に。だからここはモード B 行ってアイコン1個アイコン2個取って一発勝負した方が良かったよ。これ多分負けてユリカン継続して AT 行くんでしょう。それで負けたら多分今日はまあ2万負けまで行ってしまう。それだけは回避したい。でもどっちか勝ってくれ。まあこれ1戦負けだった場合次絶対勝ってくれ。そうすればプラマイゼロだ。頼むぞスバル、俺はお前にかけるぞ、いくぞパッ。でもお手伝いします。スバル君を丸ごと信じていますから。この高さでは攻撃が届かない。このくらいの絶望で俺が良きに計らえ。
ちょっと待って、え、あの強 AT があったのに有力感継続してんだけど、え、ちょっと待って、これ有力感継続してんだけど、いや、まあ4か5か、いや6じゃないだろう、6じゃないよな、さっき負けたからな。まあここで有力感が終わるんですけども、この台はまあおそらく4でしょうね。まあ4なんで、これ終わったらもう帰ります。勝とうが負けようが帰ります。はい、これ多分追ったら多分結構痛い目に遭うと思うんで、まあこれできるで突破して、まあ3、400枚出して帰ろう。勝てば若干プラス、負けたら今日マイナス。頼むぞ、アイコンは激アでお願いします。いきますよ、4以上上がったら勝てやすい、勝ちやすいんだよ。俺の動画で何回も言ってるよな。まあ最近負けまくってるけどね。Mはスバル君を丸ごと信じていますから、お願いします。もう300枚でいいんで帰ってきてください。本当にお願いします。よし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 、よし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 、
しよ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 し。よし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 。やべえ、これはやべえ、これはやばいぞマジ。白銀以外で頼む、白銀だったら負ける。よし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 。できるっすね、間違いなくできる。絶対に勝てる、絶対に勝てます、約束します、絶対に勝てます。まだまだ、あぶねえあぶねえ、この世の中に絶対という言葉はないんだよ。よかった、300枚戻ってくるわ。よしよしよし、あぶねえ、よかったー。どういうこと？え？え？負けないよ。いやちょっと待ってくれマジで。あーちょっと待ってくれ。絶対勝てるよな。なあ。あれ半分削った後だからな。いける。絶対に勝てる。第3停止。あぶねー、よかった、まあ弱 AT だと思うけど、まあ取り切ったら帰ろう、行きます。やっぱ弱 AT だったな。これじゃマイナスなんだよな、 B 点勝っても。まあ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 、これを取り切って帰りましょう。ありがとうございます。まあこれで、まあ、プラマイゼロぐらいじゃないか、この B 点。ありがとう。お疲れ様でした。ゼロからし、もっともっとお願いです、ちょっと増えたしな、回さず帰るか。1ゲームだけ回そうか、1ゲームだけ回すか。まあ無駄だけど、示唆なしか、示唆ないからな。まあ4なんのかな。お疲れ様でした、また遊んでくださいね。まあ5の可能性もあるけど、まあこれは一旦もうやめよう。今日はプラスありがとうございました。さすが天田、天田神様、